ベストヒット歌謡祭2024にナンバーアンダーラインアイ &IMP 初登場後楽園駅には YTV からの招待状も東京ドームからベスヒへナンバーアンダーラインアイ彼らの奇跡と新たな挑戦を追う11月14日待望のベストヒット歌謡祭2024が大阪城ホールにて開催されます今年は特に注目されているのがナンバーアンダーラインアイと IMP という2つの新鋭グループが初出演することです。後楽園駅には YTV からの招待状と書かれたポスターが掲示され、ファンの心を揺さぶっています。多くの人が、まるで自身に直接届いたかのような特別な招待状を手にしたように感じ、熱意を持って番組の日を待ち望んでいます。特に n o ーアンダーラインイにとって、この出演は東京ドームでのデビュー以来。 彼らが積み上げてきたキャリアのの一つの頂点とも言えるでしょう彼らがどのようなパフォーマンスを披露するのか、ファンだけでなく、業界関係者からも注目されています。ベストヒット歌謡祭といえば、毎年、名だたるアーティストが出演し、音楽シーンの現在を象徴するイベントです。この舞台に立つことは、アーティストとしての成長と人気を証明する機会であり、それはファンにとっても大きな喜びです。 特に今回のナンンバーアンダーアダライン愛と IMP の出演発表には SNS でも大きな反響があり、待ちきれない何を歌うのかといった期待の声があふれています。後楽園駅に掲示されたポスターがまさにその期待の象徴としてファンの心をつかみ、彼らの地元のファンだけでなく全国のファンも興奮しています。初めての全国ネットの大型音楽番組でのパフォーマンスは彼らの可能性をさらに広げ、 音楽ファン層の拡大にもつながるでしょうこの初出演はまた、グループ自身にとっても大きなチャレンジです。例えば、ナンバーアンダーライン愛にとっては東京ドームでのデビューという記念すべき場所が象徴するように、彼らのスタート地点から始まり、今日までの歩みの証でもあります。彼らがどのように成長してきたかを、ファンも知っており、それだけに今回の出演は特別な意味を持っています。多くのファンが、 彼らのパフォーマンスをリアルタイムで見ると SNS に意気込んでおり、録画して何度も楽しむ準備をしている人も少なくありません。彼らがどんな新しい一面を見せてくれるのかは未知数ですが、それがまたファンの期待を膨らませているのです。では、なぜ、ベストヒット歌謡祭2024のような番組がこれほどまでに支持され、若手アーティストにとっても登竜門のような存在となっているのでしょうか。一つの理由は、 そのの長い歴史と多様な音楽ジャンルの幅広さにあります。アーティストにとっては一度出演するだけでも大きな名誉であり、音楽ファンにとっても、今年は誰が出るのか、どんな曲が披露されるのかといった楽しみがあります。特に年末にかけては、音楽番組が増える中でも、この番組の放送は注目度が高く、アーティストが最新のヒット曲や思い入れの深い曲を披露する場として位置づけられています。また、 ファンにとっては、出演アーティストの成長を実感すす。る場でもあります例えば No.1 アイのファンは彼らがデビューからこれまでにどのように成長してきたかを知っておりそれをベストヒット歌謡祭という舞台で再確認することができるのですこのようなライブパフォーマンスは彼らの歌声やダンスの技術だけでなく感情やエネルギーが直接伝わるため視覚的にも聴覚的にも深く心に響きます それが生放送で届けられるとなれば、ファンにとっては一瞬たりとも見逃せない特別な瞬間となります。ファンの中には、東京ドームから始まったナンバーアンダーライン愛の軌跡を振り返りながら、今回のパフォーマンスが次なるステップになると信じている人もいます。このようなファンの思いは、彼らの応援メッセージとして SNS を通じて拡散され、ファン同士の結びつきを強めています。 YTV からの招待状というポスターが後楽園駅に掲示されたことで、東京ドームでデビューした当時の記憶がよみがえり、ファンはその瞬間を再び追体験するかのように感動を新たにしています。彼らの歩みとともに成長してきたファンにとって、今回の出演は特別な意味を持つのです。さらに、IMP についても、多くのファンが出演決定のニュースに歓喜しています。IMP もまた、 独自のパフォーマンススタイルで支持を集めており、今回のベストヒット歌謡祭出演を機にさらにファン層を広げることが期待されています。両グループが共演することで、より一層互いのファンが影響し合い、音楽業界全体に新しい風を吹き込むのではないかとも思われます。このようなコラボレーションの機会は、アーティストにとっても新しいチャレンジであり、ファンにとっても楽しみの一つです。 どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンだけでなくメディアや関係者からの期待も高まっています。音楽番組が数多く放送されるこの時期にあって、ベストヒット歌謡祭のような大型特番は、視聴者にとっても特別な存在です。家族で見たり、友人と一緒に盛り上がったりと、日本の年末恒例のエンターテインメントとして多くの人に愛されています。特に今年は新たなアーティストが登場し、 ファンもそれを応援することで一体感を感じています。これは、日本の音楽文化の豊かさを象徴するイベントであり、参加するアーティストにとっても自らの音楽の力を証明する貴重な機会です。ファンとアーティストが共に作り上げるこの瞬間を、今年も多くの人が楽しみにしています。こうして、今年のベストヒット歌謡祭2024は、これまでの出演者たちの歴史に新たなページを加えることでしょう。 ナンンバーアンダーアダラインアイと IMP の初出演はもちろん、これまで彼らを支えてきたファンにとっても感慨深いものとなります。彼らがどんな新しいパフォーマンスを見せ、そしてそれが今後のキャリアにどう影響を与えるのか。新たなステージへの挑戦が、ファンと共に未来への期待を膨らませます。この大舞台で披露される彼らのパフォーマンスが、どのような感動を与えるのか、今からその瞬間を待ちきれません。さらに、 ベストヒット歌謡祭2024が持つもう一つの魅力は、アーティストたちがこの舞台で新しい自分を見せるために準備を重ねているという点です。音楽業界は常に進化しており、次々と新しい才能が登場する一方で、既存のアーティストたちも自己革新を求められます。n o イ,イや IMP にとって、この舞台は自らの成長を証明する絶好の機会であり、 ファンににとってもそのの変化を目の当たりでできる特別な場です毎年、舞台裏での努力や葛藤、準備に注がれた時間を知ると、アーティストの真剣な姿勢により一層感動を覚えるものです。彼らがその情熱をステージでどれだけ表現できるか、それがファンの心にどのように響くのかが見どころでもあります。また、このような特別な出演機会が、アーティストとファンの絆をさらに深めることは間違いありません。 デビューからずっと応援してきたファンにとっては、彼らの成長の軌跡を一緒に歩んできたという思いがあり、今回の出演はまさにその成果をともに祝う瞬間です。特に、YTV からの招待状が後楽園駅に掲出されたことで、自分たちが見守ってきた場所から新たな挑戦が始まるという象徴的なメッセージが感じられます。東京ドームでのデビューから始まった道のりを、 彼らと共に歩んできたファンがその成長を目にする場が提供されることで、より一層の誇りと感動を味わえることでしょう。このベストヒット歌謡祭はまた、音楽業界においても新たな波を起こすイベントとして期待されています。若手アーティストがこの大舞台で注目を浴びることで、新しい音楽の可能性が広がり、ファン層もさらに多様化していくのです。特に、今後の音楽シーンを牽引する存在として注目される、 ナンバーアンダーラインアイと IMP のパフォーマンスは、多くの人々にとって刺激的なものとなるでしょう。この特番が持つ影響力は計り知れず、音楽業界の未来を垣間見ることができる機会でもあります。さらに、ファンの中には、何を歌うのだろう、どのような演出が用意されているのだろう、という期待と推測が膨らんでいます。ファンは SNS で予測を交わし、リハーサル風景を追いかけながら、 彼らがどのような新しい魅力を見せてくれるのかを心待ちにしています。こうしたファンの期待に応えるために、アーティストたちは日々努力を重ねていますが、それがステージでどのように表現されるかが大きなポイントです。音楽番組ならではのライブ感と、性の表現力が試される場である、ベストヒット歌謡祭は、アーティストたちの進化が問われる瞬間でもあります。また、リアルタイムで視聴するファンも多く、 SNS での反応やコメントがその場で盛り上がり、ファン同士の絆を深める一助ともなります。このようなイベントがファンにとって、日常の一部となっていることも特徴的です。ファンにとっては、たとえ会場に行けなくてもリアルタイムで参加しているかのような一体感が感じられる瞬間であり、SNS で共有される感動や驚きがその場にいるかのような臨場感を作り出します。最終的に、ベストヒット歌謡祭2024は、 アーティストの成長とファンの熱意が交差する特別な夜になることでしょう。ナンンバーアンダーアダラインアイと IMP の未来がこの舞台でどのように形作られるのかは未知数ですが、ファンが彼らと共に歩んできた奇跡が、この日のパフォーマンスで一つの結実を迎えることは間違いありません。ファンにとって、彼らの活躍をリアルタイムで共有することで、より一層深い愛情と応援の気持ちが育まれることでしょう。 このベストヒット歌謡祭2024がアーティストとファンの関係を新たな次元に引き上げ未来へとつながる新たなステップになることを心から期待しています。